取れないんですよ。開いちゃったし、開いちゃった。ちょっとすみません、鍵閉めよう。納豆、あ、いや、工作王子の UFO キャッチャーゲーム。工作王子って誰？工作王子っていうのはネバル君が任命しました。工作がめっちゃ得意な納豆お兄さんのことを、はい、工作王子さん、工作王子さんって言ってます。工作王子様とかでしょ。工作王子さん、そう、ネバルがなんか工作王子さん、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 トライオによっちゃさ、おじさんだよね。工作王子さん、工作王子さん、工作さん、どうせドアップしてるんだろう。おい、やめろ、ドアップダメなんだよ。 4K YouTube で 4K になってないと思います。大丈夫大丈夫、ね、今日はスペシャルゲストが来ておりますね。バヨー、はい、ちゃんです。来てくれましたね。ありがとう。そして裏にこっそり隠れております。ネバーネバー、はい、アディオー。はい、パパだよ。よろしくお願いします。パパも来てくれた、はい、ということで、この工作王子さんが作ってくれたUFO キャッチャーで遊んでもらいたいネバだけども、そうなんです、そうなんです、はい。まずこの UFO キャッチャーね、説明してあげてください。あ、そう、ネバテレでですね、工作のコーナーで私がこれを作りまして、はい、で、ネバールくんがこうやって装飾してくれたんです。すごい、かわいい。まだ工作の時点ではここまであの装飾はできてなかったんですけど、段ボールだったね。そう、姫ちゃんとパパが来るってことで装飾してくれまして、100円ショップで全部やりましたね。そう、商品がここにいっぱい詰め込んであるんですけど、はい、UFO キャッチャーってこうアームが動くじゃないですか、はい、そのアームを動かすのがここなんです。ここ、こうやって動かせるんです、はい、こうやっていろんな好きなところにこう動かせるんです、はい、もし取りたいものがあったら、はい、後ろにこの突っ張り棒があるんで、はい、これを回していただくと、あ、ズル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 っていう感じで、で持ち上げて、あの出口のとこまで持ってきてポンと落とすと、すごい、いうような感じなんです。すごい。ちょっとお二人に商品を取ってもらおうかなと思います。いいんですか。はい、あのこれ取ったものはプレゼントいたします。うわ、ありがとうございます。例えば一個やってみていいですか。はい、どうぞ。自分で言うんだ。あ、これそれぞれみんな音自分で言ってねばよ。BGM がすごく楽しみだな。なんか BGM がな。はい、いきますよ。はい。トゥ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 ではもう一度いきます。はい、ティ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 、さあどれをいくんだ。ティ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 全然取れないんですよ。開いちゃったし、開いちゃった。ちょっとすいません、鍵閉め忘れました。さっきすいません、さっき鍵閉め忘れて。
然取れないですね。おお、白いったか。おお、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 おプレゼントですよ。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。非売品ですね、バヨー。やった、ね、嬉しい。ぜひ、コチョにかじらせてください。これ、唯一今、ふるさと納税では手に入れることができるんです。ありがとうございます。姫ちゃんの BGM がちょっと聞いてみたい ね。まあ、もし BGM あれだったらいくらでも代わりいるからね。そしたらやっぱり、せっかく2人いるので、はい、ね、2人でボイバーやる、ね、はい、いいですよ。じゃあ、パパは高音の方行くんで、はい、私低音の方行きますよ。どっちが主軸を握るんだか楽しみです。ひめちゃん、スタートです。スタート。チュ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 ゲームに集中できない。え？ちょっとすいませんね。ちょっと。仕組みをね、仕組みを教えてくれる。これ実はですね、あの磁石ノースでこうやって つけてるんですよ、こうやって。で、これでこううまく動くようになってるっていうことなんで。詳しいことはあちらのあれでね。そう、あちらの動画の方でね、見てくれ。ではスタート。スタートで。スタートで。私の好きな色。チュル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 あただこっから取ろうとはしません。なぜかこっから取ろうとはしません。持ち帰ろうと持ち帰ろうとしません。持ち帰ろうとしない。UFO キャッチャーですから、本当は一発で行かないと本当はいけないですよ。だからつまりですよ、こういうことなんです。こう狙いを定めますよね。はい。ただ一発下ろししないといけないんです。ティッ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 ティ
テープとかハサミとかカッターとかこういうのは使いますね。これが UFO キャッチャーの全体的な土台になるんで、まずここ両端と上少しと下はちょっと余して切ります。カッターでねスースーって切って、で両際を切りました。両際切りました。クリアファイルの大きさに合わせて上は3センチ下は15センチですね。これがこの UFO キャッチャーの箱になるわけですね。裏に余計なこの2枚の部分があるんでこれも切っちゃいます。商品をポンって落としてこっから出るような口を15センチ角で切っていきます。なんかこれ坂の部分使えそうなんで下の部分は切らないで生かそうと思います。ここにその土台を作りたいんですけど、奥行きが27で、こっからここまでが24、余った段ボールをこうやって2枚くっつけました。27と24で軽く線を入れてここ切ります。ポンってこう切ります。そうすると 27×24 の箱ができます。こういう箱がねこうやってここにポンって土台として入れるとこうなるわけですね。なんかいいですね、いいですね。こう斜めに測るとだいたい30センチぐらいあるんです。横幅はだいたい15センチなんで 15×33 ぐらいで今回は作りました。これ折ってここにこういう感じで坂ができます。ここを貼りまして、この裏の部分もこうやって貼ります。両面テープを貼りましてピタッピタッとつけると。なんでこの土台をこうやって置いてここ閉めれば坂ができるっていうことですね。ここのね両脇をガムテープで貼ったんで、ここもですね、これで大まかな土台はできました。段ボールの切れ端を使ってジュースのカンカンとか紙コップの丸いところを使ってもいいんですけど、円を作れるようなもの、丸を2つ作ってこれを切ります。よし、1個よいしょ、2個。磁石がくっついた面を剥がしてそれを表向きに置いてテープで貼ります。テープでしっかり貼ってペタ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 、こうやって磁石をくっつけて、このもう一枚がこういう風に来るように、こういう風に貼り付くようにつけたいと思うので、ちゃんと磁石がお互いくっつくような方向で同じように貼っていきます。こういう感じでくっつくわけですね。こうね、こうやって動かせるわけですね。この箱の中を自由に動かせるわけですね。今度ここの部分にクリップをつけていきます。クリップをこういう風に折り曲げて、この方向でつけます。テープでペタペタとしっかりつけてください。するとこういう感じで動くわけですね。動かしやすいようにつまみをつけましょうかね。テープでしっかりと
ペタペタと貼ります。あ、これだいぶ持ちやすいですね、これね。あー、いいですね。ざっくりですけど、アームの部分を描きました。で、ハサミでそれを切り取っていきます。これが物を取るアームの部分ですね。アームの部分、ここの間にちっちゃい磁石を1個テープで貼り付けます。これで UFO キャッチャーのアーム部分が出来上がりです。今度はこの突っ張り棒をこの箱の奥のこの部分ですね、通すように穴を開けます。はい、こんな感じで穴を開けました。突っ張り棒をこういう感じで通していきます。グリグリ、これ通りました？通りましたね。今度はこの毛糸を使います。この毛糸は UFO キャッチャーを取る時のアームの上げ下げをする手の役となります。この棒の中心のあたりにこの毛糸をくっつけちゃいます。こんな感じでつけてこうやって通します。適度に長く切ります。このクリップにこういう感じで紐を通します。通してから今度アームに紐の先を結んでテープでつけましょうかね。こんな感じでペタッとつけます。この突っ張り棒をぐる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 回していくと、これがアームの役になるわけですね。こうずらすことでいろいろ自由なところにアームを動かせるわけですね。こうやってここら辺のを取りたいなと思って下げたい場合はこれをぐる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 回せば下に降りていくわけですね。最後ですね、クリアファイルを四角の形と同じように切って端っこをテープでつけて、これ開閉式にしました。両面テープで、じゃーん。先っちょに金属がついたぬいぐるみをこうやって置いていきます。これ特大ぬいぐるみなんですけど、これ先っちょに金具ついてないんでこうやって安全ピンを刺してひっつくようにしました。こうやってね、くっつくんですよ、こうやって。よし、完成したよ。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバー。チャンネル登録してネバね。グッドボタン、ベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズ、アプリの情報はホームページにあるネバよ。